OK です。守り、いつも通り可愛いです。これで次回のリサイタル賞は完璧。きっと天使すぎる守りに会場でも鼻血吹いて失神する人続出間違いなしです。それは大惨事な気が。次いつけやってみろ。はい。あー、もっと腹筋を使え。腹に力を込めろ。あーなー、腹式呼吸、腹式呼吸を意識しなさい。今まで何の訓練してきた。そんなざまじゃ守りのバッククラスは任せられねえぞ。基礎体力からやり直しだ。スクワットと腹筋各結界。マリーおじちゃん、少し厳しすぎるんじゃないですか。そんなことありません。バッククラスとはいえプロの仕事、中途半端はダメです。守り、ありがとう。でも大丈夫だよ。ふん、ちっといい目をするようになったじゃねえか。ではレッスン再開です。スクワットと腹筋各300回。回数増えてます。伝説の初ライブの話をしてください。翼、あなたの方が詳しいじゃない。キリアさんから聞きたいんです。興奮しすぎだよ翼。でもでも、もう翼ったら、いつまでもファン気分が抜けないんじゃダメよ。そういえば翼、この前の数学のテストどうだったの？それは、うん、翼、学業と仕事両立できてこそ本物のアイドルよ。お姉ちゃんだって数学苦手だったくせに。次はちゃんとテスト勉強もやるのよ。今もちゃんとやってるもん。それに微分積分なんてできなくても生きていけるもん。おほん、翼ちゃんにビッグニュースがあります。ビッグニュースですか？なんと翼ちゃんがダイバーテレビの新作ドラマハクションデカ魔法の主役に大抜擢されました。どうもダイバーテレビの新社長が翼ちゃんに目をつけたらしいのよね。嘘だよね。本当のはずない。オチがあるはず。まだ駆け出しアイドルの翼を。本当に大抜擢ですね。ね、びっくりよね。演技レッスン開始しといてよかったわ。フィールのプロモのおかげかな。あのプロモ動画サイトにもアップされて結構再生されてたからね。そうね、あの動画
最初はペガサスの話題ばかりだったけど、翼の歌も評価され始めてるみたい。私が行く現場でも最近はよく翼のことが話題に上がるわ。わかった、これドッキリですね。イツキ君、 CCD カメラ探して、どっかにあるはずだよ。残念ながらドッキリじゃないのよね。前々からオーディションの募集してたから。タラチノクエンっていう新進気鋭の監督が撮る笑いあり涙ありの刑事ものドラマで、ターゲットは主に10代。メジャーになるチャンスよ、翼ちゃん。タラチノクエン、その監督のドラマ見たことある。それ本当に私が主役なんですか？人違いとかじゃなくて。人違いでもなく、翼ちゃんは主役よ。台本もほらもらってきたし。翼ちゃんの役は真帆っていう難事件を次々に解決する凄腕女刑事。でも彼女には秘密があって、くしゃみをすると天然でお嬢様な人格と、男勝りで生意気な人格が入れ替わっちゃうってのが売りのヒロイン。ちゃんと台本読んでおくのよ。監督、新人相手でも容赦しねえって言ってたから。今回エリーもキャスティングされてるわ。あの子も結構いい役よ。エリーちゃんも一緒なんだ、よかった。あ、ちなみに初回のゲストはヤシロくんよ。胸借りるつもりで頑張ってらっしゃい。ツルイヤシロが。翼、精一杯やってきなさい。応援してる、翼。イツキくんは応援してるだけじゃダメよ。君もハクションデカに出るんだから。え？台本もないエキストラだけどね。人数が足りてないみたいだったから入れるところにぶっ込んでおいたわ。まずは撮影のリハーサルがあるから、その日にお台場のダイバースタジオに行ってきてね。俺、芝居なんてできませんよ。エキストラだから大丈夫。じゃ、頼んだわよ。お前か。なぜここに？エキストラとして出ることになったんだ。そうか。俺は台本ないからわからないんだけど、剣はどんな役を？使え。いいのか？台本は全て頭に入っている。全て？台本丸々？役作りのためだ。俺はずっとこうしてきた。お前もエキストラとはいえ演者だ。シーンの確認くらいしておけ。あ、わかった。ツルインは犯人役、翼と絡むシーンが多い役か。魔法役の織部翼は素人だな。見ればわかる。剣の言う通りだよ。翼は演技レッスンを始めたばかり。ダイバーテレビの新社長が抜擢してくれたみたいなんだ。
あんな素人、何か別の意図を感じるな。別の意図？このキャスティングには何か目的があるのかな。妙な男だな、お前は。え？なぜ俺の言葉に耳を貸す？俺はすでに一度お前たちと敵対したんだぞ。それはなんでだろう。ただ人の行動には何かしら理由がある。だからこの前事務所に来た時も剣なりの理由があったんだと思ってる。もしかしてお父さんのことなのか。剣が5年前のことを調べてるっていうなら力になれるかもしれない。だから本当に妙な男だな、お前は。え？俺の邪魔はするな。何でしょう。翼、緊張してない？緊張はしてないとは思うけど、ちょっと頭がドキドキしてるかも。思いっきり緊張してるじゃない。いい？翼は主演なのよ。だったら全力体当たりで監督に食らいついていきなさい。それがハリウッドの心意気ってやつよ。でも。よし、休憩終わり、続きいくぞ。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。私はあんな狡猾な犯人を捕まえられるのでしょうか。クシュン、面白えじゃねえか。けどよ、あたしに捕まえられなかった星はいねえ。ヒップハンター、待っていやがれ。人の道ってもんを教えてやるよ。あった！なんだその望遠鏡は。もう一度！すみません。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。私はあんな狡猾な犯人を捕まえられるのでしょうか。もっと深刻になれよ。マホは心の中で狡猾な犯人にビビってん。晩飯で悩んでんじゃねえんだぞ。はい。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。カットだカット。全然ダメ。それじゃヒップハンターのヤバさが伝わってこねえよ。皆さん、お疲れ様でした。ドラリハはこれで終了です。お疲れ様でした。オーディションでも言いましたが、このドラマで俺は視聴率 50% 超えを目指してます。なんだ、結局いつものタラチノじゃん、などと言わせるつもりはないので、死ぬ気でついてきてください。というわけで、オリベ、ちょっと来い。終わるわけねえだろうが。マホってキャラクターの魂がわかる。お前は居残りだ。気張れよ、オリ。
ああ、監督の巣に連れてかれた。やっぱり鬼の仕事が始まったか。完璧目つけられたよな。監督、演技できないやつに厳しいもん。交番も時間の問題だな。翼、大丈夫かな。こればっかりは翼が自分で乗り越えるしかないわね。だらちの監督のしごきは夢に見るくらい厳しいけど、耐えきれた役者はぐんと伸びるわ。詳しいな。私もタラチの作品に出たことあるから。そうなんだ。タラチの監督ってどんな人？一言で表現するなら情熱の塊ね。だからとことんまで表現にこだわるの。そのこだわりが強すぎて一部では反感を買ってるらしいけど、作品の出来は文句なしにすごい。へえ。って監督の話をしに来たわけじゃないのよ。この後私個人レッスンするから、いつき付き合いなさいよ。いいよ。けど俺みたいな素人にレッスンの相手が務まるのかな。別にあなたの演技力には期待してないから気にすることないわよ。そう言われると寂しいものがあるけど。気が向いたらいつきにハリウッド的演技の指導をしてあげるわ。エキストラにも演技の心得くらいあった方がいいでしょうしね。ま、気が向いたらだけど。それじゃあ先にレッスン場に行ってるから、あまり待たせないでよね。真帆、そっちに犯人逃げていったから気をつけて。絶対無茶しちゃダメだからね。分かってますよ。心配しないでください。犯人確保は複数で行うのがセオリーで。復讐。それがどうしたってんだ。あーん、あの外道絶対捕まえてやる。さっさと行くぜ。いつき、最後の真帆のセリフ間違ってたわよ。決め台詞の人の道ってもんを教えてやるよが抜けてたわ。それとそのセリフは真帆が走り出しながら喋ってるセリフだから、できればそれを意識して。エリー、すごいな。あ？何が？真帆のセリフまで覚えてるから。なんだ、そんなこと？私、真帆との掛け合いシーン多いし、覚えてて当然よ。俺からしたら全然当然じゃないんだけど、すごいよ。あ、ハリウッド的に大したことないわ。私将来の大女優だしね。それよりも翼のことだけど、性格が変わる前と後であんまり落差をつけられてないのよね。確かにくしゃみの後の演技はリテイクが多かったかもしれない。翼はまだどこかセーブしてるっていうか、役作りに迷って力を出せてないみたい。翼の演技よく見てるんだ。ま、人の演技を見るのは自分にとっての勉強にもなるし。あ、トピックだ。ダイバースタジオがミラージュに襲われてるらしい。さっきまで私たちがいたところに潜んでたなんて、いい度胸ね。急ごう。
ここの衰退の原因は監督みたいだ。早く止めないと。どうすればいいんですか、いつきさん。今まで通りなら監督の心を支配しているミラージュを引き離して倒せば。まったくよ、昨今の役者は天狗になってね。この俺のこだわりについてこれる役者がこれっぽっちもいねえじゃねえか。次テイク158、俺を満足させるまでリテイクは続くぞ。俺な、一瞬で観客を虜にするような演技を見てんだよ。俺自身そんな役者に見せられたいんだ。あっとあっと、ダメだ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 、ここじゃ俺の撮りたいもんは撮れねえ。おお、